今月は八白が中級に来ていて、そして年番も四六に変わるということです。今までちょろちょろちょろっとなんかなってるものがドバッと膨らむみたいな木なんですけど、それで八白が真ん中に来ていて、土のところ時刻五黄八白のラインに五黄と暗剣と破壊が乗っかってますね。そして三匹のところに天道が乗っているということで、噴火とか停電、地震がありそうな月ですね。何しろ土がちょっと揺れるっていう感じがします。そして全体運の益は三風庫というのになるので、今がチャンスだよ、今やらなきゃいつやるのみたいな、塾の先生みたいなの今でしょみたいなやつですね。まあそれも今までやってなかったこと、手をつけてなかったことを手をつける時でしょみたいな、ちょっとそういう感じなんですね。だから2月になって新しい年になりますけども、それまでのちょろちょろしてたものが出てくる、手を打たなきゃいけないみたいな感じだから、個人的にもね、自分で何かやんなきゃと思ってることをやるみたいなね感じもあるかもしれないです。そしてキチカフェお得デーは2月1日9日18日27日になります。これについては別動画で開運の日ということで動画をアップしますので、やり方がわからない方はそちら見てください。またキチカフェオンラインサロンでもお伝えしていますので、そちらもね、結構貴重な情報をキチカフェオンラインサロンでもお伝えしています。非番吉報、通称キチカフェのエキスパートになれるものですから、1月20日から、よかったらご入会ください。もしくはお試しもできますから、入会するかお試しするかっていう感じでご参加ください。そうですね、2月5日の日曜日の夕方に無料講座やりますから、お試しでね、それ参加してくれてもいいです。そして九紫火星の星は4個になります。はい、九紫火星は、今が真ん中か、はい、真ん中のちょっと動きが取りにくいところから、来年ね貫入しますけど、貫入の一番最初、北西の運勢が強いところから始まってきます。まあでも五黄土星の上に乗っかるので気が重いみたいな、めんどくさいみたいな、そんな気が巡ってるんですね。なんで進んでいくんですけど、仕事運とかも結構いい感じで進んでいくんですけども、なんか自分の中ではめんどくさかったり、なんだろうな、ノリノリじゃないっていう感じですね。なんで気分転換するのがいいですよみたいのがあります。五黄の上ですから、めんどくさいことっていうのが、クレームだったりとかね、あとちょっとなんか変なめんどくさい人来たりとか、そういう感じです。丁寧に対応してください。九紫の人怒らないね、正義感が強いので、なんでそんなめんどくさいこと言うの、なんていうかな、正しさで怒らないようにしてくださいね。愛を持って対応するようにするといいですね。まあ五黄は愛なんでね、そういうめんどくさい人とかね、困った人も、この人だって一生懸命なんだなっていう、こんな変わった変な人でも親がいるんだよなとか、なんかそういうちょっと上から目線かしら、なんかそういう感じで愛を持って対応するっていうことをすれば、まあ問題は起きないかなっていう感じですね。そして、北西ですので、実力者が助けてくれるっていうのがありますから、実力者に頼る、助けてって言うとかもありです。一泊の人、九紫の人ね、助けてってあんまり言えないんですけど、言うといいです。結構助けても、なんか
すごい実力のある人からサポートしてもらえますよって感じです。続いて2番、ラッキーアイテムです。ラッキーパワーストーンはジャスパーというなんかこう、赤土みたいな石を選んでみました。正直な感じ、素直な感じを促す石なんですけども、まあ北星は正直に公明正大に公平にっていう場所ですので、そういう意味、あと人に頼る、実力者に頼るっていう意味で素直っていう、そういったジャスパーいいんじゃないかなと思って選んでみました。よかったら購入してみてください。そしてラッキープレイスは昔訪ねた場所っていうの、どうでしょうかね。古い友人のと一緒に行った場所とか、小旅行がおすすめの月ですから、気分転換っていう意味、旅行で気分転換みたいなね、そういう意味もある月ですから、昔訪ねた場所にもう一回行ってみるのおすすめになります。そしてラッキーフードはアサリのお身をつけですね。アサリのお味噌汁です。アサリと、お味噌がいいです。はい、そして3番、開運ワークは欲っていうのが今月テーマですから、本当に欲しいものを10個書き出ししてみてください。まあ、例えばさ、仕事に行くとき白いシャツがあると便利だからなとか、だから白いシャツ欲しいとかじゃなくって、本当の本当にメリットとか関係なく、本当に私が欲しいというものを10個書き出してみてください。結構人ってさ、そういう利害関係じゃないけど、便利さとかさ、まあ便利なものが本当に欲しいとかはいいんですけど、なんか何でしょうね、人目を気にしたりとかして物買ってたりするんだけど、人目とか気にしない、本当に自分の心から欲しいもの、素直な欲から欲しいものを10個書き出して1つ手に入れてみてください。まあね、あまり高いもんばっかりだと手に入れられないかもしれないけど、まあやって、まあとにかく10個本当に欲しいものを書き出すっていうことをやってみてください。そして4番、星の特徴は、九紫の今月の特徴、芸術家というのを取り上げてみました。九紫はね、芸術を担当していますので、芸術家っていうのもあります。まあ、対照的にね、裁判官とかお医者様みたいな芸術家、まあ、芸術家と対照でもないかもしれないけど、ちょっと違う感じのものも混在している九紫火星なんですけどね。でもそのなんで芸術家取り上げてみたかっていうと、すごい没頭するんですね、九紫の人って。猟奇的っていうかね、キリ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 っとこう世界に没頭していくんですよね。それがなんか芸術家がご飯も食べずに作品に没頭して、気がついたら3日も寝なかったとかなんかそういう話聞くじゃないですか。それすごい九紫っぽいんですよね。なのでそういう感じが九紫の特徴としてあるなと思って、芸術家っていうのを挙げてみました。まあ計算がすごくできる、九紫の紫って紫って書きますから、紫は赤と青を混ぜたものですから、赤い情熱と青い冷静を併せ持ってる星なんですよね。で、芸術家っていうとやっぱり赤い情熱の方かなって感じがするんですけど、でも青い冷静の方でお医者様やったりとか、そういう裁判官やったりとか、なんかその弁護士とかなんとか師とかも九紫なんですけど、そういう冷静さを生かした仕事、もしくは情熱を爆発させる仕事、そういった両方ができるのが九紫火星の特徴としてあるんですね。
あなたはどっちが好きですか、あなたっていうのは九死の人ね、どっち系ですかね、どっちも持ってるかな。仕事を普通にやっててもなんか没頭しちゃってハッとかなることがあったりするんじゃないかな、九死の人、うん、なんかそういうね、まあ、芸術家って取り上げてみましたけど、すごい情熱で、没頭するという特徴があるのが九紫火星ということです。